深層心理追求バラエティブラックラブ、恋愛深層追求バラエティブラックラブ。この番組は、人は本当に見た目でないのか、トークやフィーリングで人は恋に落ちるのか、そんな深層心理を追求する恋愛ドキュメンタリーでございます。はい、さあこの番組では女性に目隠しをしてもらい、それぞれトーク、キス、最後に目隠しを外した状態でトークをしてもらい、女性が最終的に誰を選ぶのかというのを見ていきたいと思います。さあどうなるのか、それでは早速見ていきましょう。まずはファーストステージのトークです。どうぞ。今回検証に参加する女性はマナさん27歳。好きなタイプは優しい人です。エッチな優しい、本当だね、意外とエッチ。塩顔が好きです。塩顔だってなんか保育士さんみたいな感じなのに、服がちょっとね、あれやらしいですね、透けてる感じが、ね、自分の話ばっかりの人とか、ギラギラしてる人、ギラギラ分かる分かる。今までは5人ぐらいです。ファーストステージブラインドトーク、女性が目隠しをしたままトーク、誰の印象が一番良かったのかを検証する。うわっ、ねえ、待って、そんな感じ、待って、待って、待って、下、エロエロの太ももむちんむちんですよ。こういう男性、まあ他にもなんかいいみたいなあればあったりします。すげえ難しいですけど、お金持ち、お金持ちか、いいですね。予選で落ちましたね。あら、そうですか。あら、なおや、残念。予選落ちしたけど大丈夫なのか。なんか違うの？ない、毎年そんなことは言わない。うん、はい、お金持ちか。お金持ち、引っかかってる。相当なれましたよ、ここら辺。マイナスじゃなければいいです。借金とか、借金ね、まあ、はいはい、紐みたいなのは嫌なんです。あ、なんかそれもまたなんか過去に、あった感じじゃないですか。なんか喋り方マジシャンみたいな。技術師っぽいですか。お酒飲んで、お酒好きなんですね。はい、何のお酒好きですか。あ、甘い系が好きだ。女子だ、シャンパンとか。わあ、シャンパンか。これはいきなりみんなと思うんで、香りが変ですね。感じですけど。どうなっちゃうんですか。この女性が意外な感じやな。テンションが爆上がりって感じです。爆上がり。やっぱこういう見た目がこういう感じの方って意外とイケイケだったりするんですよ。イケイケ。見たいんですけど、まあね、その機会はあんまり、あれなんで、まあそうですね。あんま盛り上がってないね。盛り上がってないね。探り探りダメだね。多分ね、お金持ちって言われたあたりからちょっとね、下がっちゃってる。そうね。そうですね。タイプのよろしくお願いします。こういう顔しようがおっていう。はい。あ、うん、隣失礼しても大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。待ってるよ。ありがとうございます。服を褒めた。暑い。素敵。出会いはないんですか。出会い逆にあるんですけど。逆にある。教えていただきたいんです。びっくりしてますけど。それどういう出会いなんですか。はい、ナンパとかです。されるんです。でも体がエロがしたり、したりもするんですか。したりします。分からんもんやな。付き合うまでに至らないって感じなんですか。付き合うまでなかなか言えないです。なんか言えない、はい、付き合おうみたいな、はい。それナンパはできるけど、なんかそこはちょっと可愛い感じ。いやだ、可愛いね。すごい素敵。行く時はどうやって声かけるんですか。ナンパする時とか。今からどこ行くのとか。今からどこ行くの。メモ。成瀬さんメモ入りました。びっくりするわな。成瀬ここみがナンパしてきたら。教えてもらったりして。失礼します。右からすね。すごい緊張してるんですよ。そうなの？こちらに本当ですか。僕あんまりこの女性経験がなくて、いや、ごめんなさい、あんまりじゃなくて全くなくて。ありそうです。え、本当ですか？はい、声のトーン。いやでも喋り方がね。もう第一声で。右から。え、なんかホストかなって思います。ホスト。失礼しますって感じの。そこでなるほどね。ホストにも詳しいということでね。対面してみようってなったと思ったことないですけど、ちょっと挑戦してみようかな。やめろやめろ。次乗れない。笑いこらえてんじゃん。いないんですよ。ちょっとあんまりこう男らしさがないのかななんて自分で自分してて。男らしさなくても大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。夜だけ男性になればね。ねえ、この子すごい。ちょっと刺激が強すぎるかもしれないですけど、ちょっと。大事にしようと。そうですか。夜ちょっと慣れるかな。ちょっと。お前見せきてんちゃうぞ。でもお話は一番弾んでるかも。確かに。
この子すごいです。すごいっすね。すごい。経験してる感じの子。いや、あの上半身とこの下半身のあのね、見た時のギャップがね、で、ナンパもするし。シャンパン好きだし。シャンパン好きだし。イケイケですよ。僕、あの子が気になってますもん、めちゃくちゃ。うん。まあなあ、だからこれでモテる感じの人を選ぶのか、またキスでイメージが変わるのかっていうところですか。面白いですよね、うん、そのキスとかしても、はい、なんかちょっと慣れてそうな感じするじゃないですか、女性が、うん、だからね、こう鼻で笑われちゃうかもしれないです。気をつけてよ。さあ行きましょうか。それではセカンドステージでございます。女性は目隠しをした状態で男性とキスをしてもらい、印象が変わったかを見ていきます。 VTR どうぞ。1人目は直也さん、34歳。失礼します。あ、座りますね。直也から、はい、いい匂いするから。めっちゃ緊張するので、うん、あのハグしてもいいですか。あ、得意だね。一度とともみちゃんですが、女の子からいいですか。え、て耳元で、ね、あ、いや、力入ってる。なんかね、ちょっとね、硬いね。変えてきたんじゃないの。変えてきた戦い方を。うわ、あ、ちょっとお尻に触ってるね。ダメですよ、オプションですよ。あら、2000回、2000回。うん、うわ、体勢きつくない。この女の子すごい体勢。2人目は、女性用風俗東京秘密基地の現役セラピスト、海星さん、25歳。外回りコースの値段も調べる。でも生姜を好きやから絶対好きよ。あ、いいんかな。失礼します。やってみないと分かんないから、いつか。失礼します。まあ、ぜひとも参加してみてください。うん。で、逃げて。うわ、当ててくれ。危ない、危ないよ。危ないよ。顔。スイッチ完全入れてるもんね、やっぱ。プロやわ。えら、目、えら、目見て。うわ、出ました、出ました、ハム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 。あ、うわ、上行って下行って、真ん中行きの下行って上行って。おー、激しい、激しい、激しい。今回は首元、ねね、このね、このね、ちょっとね、開けてるのが大変、はい、やらしいですわ。うわ、うわ、うわ、あー、ねえ、ね、耳触って。あ、もうダメだ。激しいね。3人目は達也さん、26歳。僕童貞なんで、そのピュア感を出せればなぁ。でもね、ちょっと自分を抑えて。童貞感あんまないです。うん、ないない。失礼します。さあ、この後よ。手に逃げてもいいですか。もう真似した、真似した、真似した。ほら、絶対見てたからな、裏で。じゃあ、ここから何に持ってくるよ、それは。やっぱり出るね、うん、慣れて、慣れが出ますね。両手、両手に来たままなの、これ。さあ、でもね、モニターで確認したはずだからな。お、お、ねえ、ねえ、そこは口開けるなら舌を出せ。ちょっと女性にリードさせてんの、うん、ね、リードさせたいんだね。向こうが出したら出しますよね、はいはいはい、あ、あ、もう出た、出たか、出たか、頑張った、出たか、どっちどっち、あ、そっか、探ってる。あ、いってる、いってる、いってる。ちょっと待って、これは女性が嫌がってんぞ。3人とのキスを終えて、印象は変わったのか。ブラックラブ。